なんか、ちょっと怖くなってくるっていうお話なんですけど、井戸って存在してないですよね。井戸っていうのは、光の反射の仕方によって、見え方が変わり、井戸が変わる現象ですよね。じゃあ、ミクラ人間が見てる、この色鮮やかな世界っていうのは、人間の目を使って、光を使って見るからこの世界が見えてるだけで、本当の世界とは全然違う、本当の世界は全然違うあり方をしてるっていうことになりますよね。安全は100%確保しましたか？なんか、部屋にいるときとかに、その世相に、すっごい実感が湧いてきて、今、見てるこう、景色。全然違うんや、って思って。んで、全然違うところに、今、いるんや、って思ったら、めちゃくちゃ怖くなってくるんですよ。ほんで、生まれてから死ぬまで、一回も本当の姿を知ることなく、知ることはできひんねや、って思ったら、怖くなってくるんですけど、わかる人はいますか？